少なく見積もっても、作り置きおかず、2億レシピあります。少なく見積もっても2億、はい、これがあればもうね、間違いなし、勝ったも同然、みんなハッピーになれるような作り置きおかずをお教えします。笠原さんは作り置きおかずのアイデアも満載なお弁当本も出されていて、その知識の豊富さは目を見張るほど。梅きのこ、これは僕のね、とてもおすすめな作り置きおかずですね。このね、梅きのこは冷蔵庫で1週間は保存できますね。当然これだけで食べても美味しいんですよ。でもこれをね、他の料理にも応用できますから、もう冷蔵庫に作っておけば間違いなしです。まずはキノコ類、しめじ、しいたけ、えのき、エリンギは石突きや根元を切り落とし、一口大に切ります。そして梅干しは種を取り、包丁で叩きましょう。たっぷりですね。たっぷり使いましょう。梅干しを使うことによって、梅の酸味が、ね、保存する力を高めてくれるんですよね。続いて鍋にキノコ類、だし、醤油、みりん、梅肉を入れたら中火にかけます。でちょっとこれだとね、あれ水分量少ないなと思いますけども、キノコっていうのはね、どんどん水が出てきますから、もうこれでいいんです。日持ちさせるには、少ない水分量で逆にキノコの水分を出して、でその水分もさらに煮詰めていく。なるほど。中火で 7,8 分ほど煮詰め、混ぜた時に鍋の底が見えるようになってきたら出来上がり。冷ましてから冷蔵庫で保存してください。すぐ食べてしまいたくなるんですね。そうなんです、美味しいですからね、作り置きのくせにその日に食べてしまうというこの問題もあるんですけれどもね。でも作り置きですから、置いておくことによって酸味がまろやかになってきます、でキノコ自体の味とこう一体化してきてね、どんどんね、味がまろやかになってきて美味しいです。これ熱々のご飯との相性も最高。程よい酸味がお弁当のアクセントにもなります。今回2種類用意してますが、今朝作ったばかりの梅きのこ、白いお皿の方が今朝作ってから5日経ったものが青の皿です。じゃあまずは今朝作りたての方からいかがですか。美味しい、美味しいですね、さっぱりして美味しいかと思います。では5日経った梅きのこ、ぜひお試しください。ちっちゃくなってますね、傘が減ってる。どうでしょう、違い。全然違う、味が染み込んでて美味しいですね。まだキノコの旨味もアップされてる気がしますね。梅の香りも爽やかで、そうなんですよね。アレンジ料理はこちらです。例えば水菜などお好みの野菜と和えたり、お豆腐の上に乗せるだけでワンランクアップの冷ややっこに。さらにはそうめんと一緒にいただいてもいいですし、焼いた魚のソースとしても活用できます。もう工夫次第でいろいろ使えますので、ぜひお試しください。うどんにも、ね、合いますよ。